立ち上げ後、間髪入れず、また増える。みなさんどうもこんにちは。文系アクアリストのハテナです。はい、水槽ってね、本当にこう一旦立ち上がったらなぜかまた増えてますよね。はい、まあこれアクアリウムあるあるかもしれませんが、もう一回手出したらこれ一つでは収まらないですよね。はい、ということでこの60センチ水槽も、はい、立ち上げが完了しました。はい、ただこれ見ていただいたら分かる通り、この部屋まだちょっと寂しくないですかね。え、まだこう左右にも結構スペースがありますし、はい、ということで私買っちゃいました。また水槽代を。はい、で以前このね、組み立てたこのジェックスの水槽代なんですが、もうかなり大変だったんですよね。で、正直これをまた買うかっていうのを私はかなり迷って、で他の水槽代もいろいろ見たんですよね。で結局私買ったんです、こちらを。ジェックスアクアラックウッド600ホワイトで、はい、また同じです。結局買ったんですよね。はい、しかも2つ。いやもうね、バカです。はい、私バカなんです。はい、ただこちらはですね、少し小さい45センチタイプの方に、なりますので、はい、まあまあ厳密に言えばちょっと違うんですが、本日はこれをまずは組み立てていきます。でね、もう前回の私、はい、反省を生かして、もうね、こいつを買ったんです。はい、電動ドライパー。もうこれ必須ですね。もう結局私これ買っちゃいました。Amazon で7000円程度だったんですが、これね、ちょっとレビューしようかなと思ったんですが、実はこんなものが入っていて、はい、ギフト券3000円と、もう明らかにこれ怪しいですよね。で、これいろいろ調べたら、Amazon のレビューを、まあ、書かせるような、そのためにこう配ってるようなものだと思うんです。これね、規約違反のようで、はい、ですのでもうちょっとこれはレビューするのはやめました。はい、で早速組み立てていくんですが、電動ドライバーを使うと、はい、こうなります。ドンと、はい、ということでもう一瞬でできました。で時間にするとこれ54分41秒。はい、もうめっちゃ早いですね。これ前回1台で1時間半かかってますからね。はい、もう2台で、はい、1時間切るということで、めちゃくちゃ早く、しかも楽にできました。で、本当電動ドライバー買ってよかったです。はい、ということでこの 4.5 畳の狭い部屋だったんですが、もう私の水槽部屋、はい、これが着々と近づきつつあります。でもこれでね、動画終わると本当にただただ、はい、何のための動画だったのかってよくわからないですので、はい、実はこれ続きがありまして、ちょっと別日に撮った動画になるんですが、はい、それにつなげたいと思います。皆さんは照明についてどのような機材をお使いでしょうか。まあ、私はですね、千尋であったりアマテラス、まあ、この2点を主に今使用してるんですが、で特にアマテラスの方なんですが、こちら私これ 10W の方を今使ってない状態で、はい、置いてるんですよね。でこちらを使っていきたいんですが、はい、これ問題なんですがね、ここ、はい、このアマテラスっていうのはスタンドも別に購入しないといけないんですよね。で皆さん、このスタンドっていうのはどのようなものを使っていますか。まあ、私の場合は、まあ、このように水槽の縁にかける、はい、これボルクスジャパンのレディオアームという、はい、もので、まあ、非常に使い勝手も良くて私は気に入ってるんですが、まあ、かなり値段もします。6000円前後、ネットでもしてくるかなっていうところで、まあ、そこそこね、金額もかかってきます。で、まあ、それから私いろいろ考えたんです。まあ、いろんな、こう、ネットを検索したりとか、YouTube を見たんですが、まあ、なかなかいい案が思いつかなくて、ずっとこの照明っていうのをどうしようかっていうのを悩んできました。はい。ということで、私が出した答えが、こちらになります。ドンと。はい。これ、皆さんなんだかわかりますか？実はこれですね、キャンプとかで使う、ランタン用のスタンドになります。はい、ランタンですね。あれを吊り下げるもの。はい、これを購入してみました。はい、ちょっと実際開封しながら、はい、どんな感じで設置をしていくかっていうのをお見せしていきたいというふうに思います。はい、こんなものが入っています。はい、これが棒がですね、棒状のこのシルバーのもの、これが4本入っていました。で、まあ、そもそもこのね、シルバーにした理由っていうのが、まあ、私が今までこのスタンドを購入してきたものっていうのは全てシルバーですので、はい、統一したかったっていう意味でこちらにしました。
で、この素材感、ちょっとこう、キラキラしてるものになりますよね。で、これが実はこの隣にある、千尋のライトスタンド。はい。これと素材感がかなり近い。まあこれね、ちょっと見てみるとほとんど、はい。本当にほぼ同じかな、ということで、私これ届くまでどんな質感か、あまりよくわかってなかったんですが、これ見るとね、もう本当に似てました。ですので、この千尋のスタンドに合わせたカラーにしたかったっていうのが、これを選んだ一つの理由です。はい。で、続いてなんですが、こちらになります。こちらがですね、これはい、杭みたいな形になってますので、例えばキャンプとかに行って、こう、地面にね、刺すような、はい。地面に刺して使うようなものになります。で、私当然これ、はい、アクアリウム用で使いますので、今回はこれは使いません。はい。最後にこちらになります。はい。スタンドとして、使うために必ず必要なパーツになってくるんですが、はい。実はこれをですね、台に挟んで、はい。その上にポールをこう刺して固定するような金具になります。まあ、本来の用途としては、まあ、例えばこうキャンプとかで机を立てたりしますよね。で、そこに、はい。こちらをかませて、その上にこうポールを刺していくというような形で使うものです。で、私はこれを水槽台に固定して使おうというふうに考えました。はい。それでは実際にちょっと組み立てていきたいというふうに思います。はい。まず先ほどのこちらですね。固定するものっていうのを水槽の裏側、ちょっと今お見せできないんですが、ここの裏側、このあたりですね。このあたりは空間が空いてますので、ここにかませていきたいと思います。いや、これね、私今止めて気づいたんですけど、ちょっとやっぱりマットがある分止めにくいかなっていう気はします。で、ただね、これ実はマットの厚みと、はい、ここのかませる部分のこの厚み、ここを比べるとおそらくマットの方が分厚いのかなっていうふうに思います。ですので、ここの部分をカットしてしまえば、マットをカットしてしまえば、おそらく綺麗にはまるんじゃないかなというふうには思います。はい。で、これで取り付けることができましたので、ここから、はい。先ほどのポールですね。支柱を立てていくわけなんですが、いや、皆さんちょっとここで一つ訂正があります。先ほどね、私これ、はい、こちら、使いませんって言ったんですが、すいません、これ必要でした。っていうのも、まずここに、これ、はい、このような形で差し込んで、この上にこちらのポールをねじ込んで止めていくというような形だったようです。ですので、これは必ず使いますので、ちょっと先ほどのは訂正させていただきます。はい。では、これを固定していきたいと思います。固定するためのネジは、この裏にありますので、はい。こちらを締めていくということになります。で、長さはちょっとまあ適当に、とりあえず、はい。このあたりにしておきたいと思います。はい。で、この上にポールを立てていくんですが、はい。ポール自体は、この1、2、3、4本ですね。で、こちらはちょっとね、はい、実はこんな風なものがついてまして、これが一番トップに来るように使うんですが、はい、計4本ついてます。で、長さは、私おそらくこれだけでいけるような気がしますので、はい、今回は他は使いません。まあ、これは水槽の高さによって、まあ、本数を変えればいいかなっていうふうに思うんですが、おそらく、はい、2本あれば十分な、はい、高さにはなってくるんじゃないかなっていうふうには思います。私はとりあえずこの一つだけ、はい、一番トップに来るものをつけたいと思います。はい、ということでこんな形で取り付けが完了しました。で、すいません、もう一点訂正なんですが、はい、こちらのね、水槽マットの上から先ほどはかませてたのが、やっぱりね、もう明らかに安定しなかったので、はい、その水槽マットの下に、まあ、今ちょっと差し込んで不格好な状態なんですが、はい、こんな形で台に直接取り付けました。まあ、考えてみたら当たり前なんですが。はい、引きで見てみるとこんな感じですね。いや、結構かっこよくないですか？私意外とこれ気に入ってるんですけど、見た目的に。はい、で、実はここからではどうやってライトを吊り下げるのかっていうことなんですが、はい、実はこうなります。はい。この一番上のこの部分ですね。こちらを引き出して、はい。こんな風にすることで、ここに、はい。ライトを吊り下げるっていう形になります。まあ本来の用途ではここにランタンを吊り下げるんですね。で、実はこれ、もう一つ、
裏側、はい、ちょっと今これスペースの関係でもう開くことができないんですが、2つついてます。まあ私これ2つを使うことっていうのは基本がないと思ってまして、っていうのも、はい、これ180度にしか開きませんので、まあそういう意味ではもう1頭しか使えないかなと思いますので、はい、もうこちらは閉まっておきます。はい、こんな形で実は使うということです。で、まあ私がこれを選んだ理由っていうのが、このフック一つあたり2キロまで耐荷重があるということで、まあライトですね。まあアマテラスであれば、まあ全く余裕で吊るすことができるかなっていうふうに思いますので、まあこれで十分耐荷重的にも問題ないかなっていうふうに思います。で、このポールもですね、16ミリの直径がありますので、まあかなり頑丈なものっていうのを私は選びました。まあこのあたり予算によって、まあちょっともう少し安いものっていうのもあるのはあります。では実際どうやってライトを吊るすのかって言いますと、こんなものも同時に購入しました。はい、このような吊り下げ式のソケットになります。これが E26 口径のものっていうのを選びました。アマテラスがその E26 口径対応ですので、はい、こちらを Amazon で購入しました。はい、これ2個セットで1900円程度ですね。Amazon でそれぐらいの価格でした。当然これ1つで構わないと思いますので、はい、こんなものを用意する必要があります。はい。で、取り付け自体は非常に簡単で、もうここにですね、はい。こんな風に引っ掛けて、で、あとはくるくると巻き付けていけば、もうこれで OK ですね。はい。で、あとはこちらにお好きなライト。まあ、私はアマテラスのこれ 10W になります。こちらをつけますが、こんな形で取り付ければ、はい。完成です。非常に簡単ですね。今ちょっと高さ見たんですが、ちょっとやっぱり低いですね。もう一本、はい、先ほどのこのポール、支柱がいるかなっていうふうに思いますが、はい、こんな形で吊り下げが完了しました。はい、では実際にですね、点灯してみたいと思います。で、こちら私が以前ご紹介したボトルアクアになります。で、ちょっとまだね、綺麗な状態ではないんですが、とりあえず、はい、点灯を試してみたいですので、ここに置きました。はい、では行きます。スイッチ、オン。おー、結構どうですか？いいんじゃないですか？はい。こんな感じですね。まあ、ちょっと今思ったのが、このライト自体、まあ、このアマテラスが黒ですよね。で、このソケット自体も黒の方がこれ良かったかなっていうふうにはちょっと今ね、思っています。まあ、この部屋の雰囲気が、ちょっと白いイメージだったので、はい、白を選んだんですが、ちょっとアマテラスの言葉で頭になかったですね、私。はい、ということで、いや、でも結構これいいんじゃないですか？はい、で、実際高さなんですが、こちらの一番トップの柱でですね、これで約40センチですね。で、この下の、はい。で、こちらの土台と接続するためのこのパーツ。まあそうですね。こちらがだいたい28センチぐらい。で、これちょっとね、高さを変更できるんですが、だいたいそうですね。20センチぐらいは高さを調整できるかなと思いますので、はい。で、他の例えば支柱、これなんかもだいたい40センチぐらい高さがありますので、まあそんなにね、細かく高さっていうのは微調整はできないんですが、ある程度、はい、高さは変更できるかなというふうには思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。私はこのようにですね、ランタンスタンドを使って、照明っていうのを、まあ、今回挑戦してみました。これ結構ね、私やってみてありだったなっていうふうに思います。実際このマットもこれ5ミリっていう結構分厚いやつを使ってるんですが、おそらくこの5ミリの分厚いものであれば、はい、ちょっとカットとか加工をすれば30センチキューブ水槽も置けるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、このランプ類っていうのはね、結構アクアリウム皆さんされてる方っていうのはいろいろ頭を悩まされてるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まあぜひ皆様が使っているものっていうのを教えていただければ幸いです。はい。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。